はい、それではこれからカグルで作成したファイルをドロップボックスに保存するという手順をご紹介していきます。カグルですね。カグルについては、実行速度も速くて、機械学習をするには適したプラットフォームでありますが、ファイルの操作が少ししにくい部分があります。実際にノートブックを触って確認していきたいと思います。最初は、カグルの、環境をですね、確認して、それからドロップボックスに、ファイルを保存するということを行っていきます。と、起動して、インターネットの方にも、許可をしておきましょう。アクセス許可をしておきます。で、ちょっと起動している間にですね、よく Kaggle と合わせて使うプラットフォームとしては Google Colab があると思います。と、コーラブについては、ここで作成したファイルが、こちらのですね、ディレクトリ、ファイル管理等に保存されて、で、ダウンロードもできて、非常に操作しやすいです。Google ドライブの方にも、ファイルを保存したり、データを行き来することができるので、こちらでは、プログラムで作成したファイルを簡単に、扱うことができるんですけれども、ちょっと、コーラブに比べると、カグルに比べるとですね、こちらが遅いですね。カグルの方が、実行速度が速いという特徴がありますので、こちらの方が使いたいなという場面もあると思うんですが、ファイルを操作しようと思いますと、このプログラムで作成したファイルについては、コーラブみたいに、保存するところがないですね。はい。で、ちょっと実際にファイルを作って確認していきたいと思います。いくつか作成方法あると思うんですけども、試しにこの、CSV のファイルを作成して、これをですね、ダウンロードしようとか、データをどこかに保存しようと思っても、ちょっと難しいんですね。で、こちらに、データっていうふうにあるんですけれども、このデータはインプットオンリーということで、このプログラムからここのデータの中に入れることはできない。このデータっていうのは、インプットディレクトリっていう書いてありますので、LL でいきましょうかね。ちょっと LL の、現在のディレクトリとか一個ずつちょっと確認していきましょうかね。PWD で、ワーキング、カグルの下に、ディレクトリの下にインプットがありますので、はい。今、ワーキングで働いていて、で、インプットにこのデータが入るんですけれども、試しに、先ほど作成したこの CSV をですね、このインプットに入るかどうかテストをしてみたいと思います。現在はワーキング、ここにいますので、CP の、何でしたっけ？ My File CSV を、インプットの方ですね。そうすると、リードオンリーファイルシステムというふうになってます。ここのパーミッションを見てもですね、インプットのディレクトについては、これですね、確認してみますと、これで、チェックすると、作成した方は、読み書き、実行 OK ですけれども、ユーザーに当たる私たちについては、ちょっとこれがどっちかわからないんですけれども、読んだり実行することはできるけれども、書き込みがダメっていうふうに、権限がなってます。インプット、ここのデータという、ディレクトリがあるんだけれども、ここで作成したファイルは、移せないということですね。で、インプットには、こちらのデータセットの方からニューデータセットで、ファイルを追加することはできるけれども、このプログラムで、作成した、こんなファイルとかですね、あとは、ラーニングした時にできるモデルファイル、tflight.hk などのファイルについては、
こっちにインプットの方に移せないというような環境がカグルにはあります。で、じゃあ、まあ、どうするかということなんですけれども、まあ、一つはですね、Python のプログラムでファイルリンクを作成するものがあります。こちらを実行すると、myfilecsv に対するリンクが作成されました。で、実行すると、ダウンロードして、まあ、ちょっと UTF かなんか決めてないんでこんな風になってますけれども、ファイルをダウンロードすることができます。これはまあ非常に、軽いサイズになってきます。で、例えば、重たいですね。重たいファイルサイズも同じようにリンクが作れるかというのをちょっと確認してみます。はい、今 GitHub から、プロジェクトを Kaggle の方にインポートして、でファイル群を確認したところ、まあ、こう TF ライトモデルファイルとかですねとあるんですけれども、容量がですねだいたい14メガとかになってきます。で、14メガのサイズのものが、さっき作ったファイルリンクでですねできるかというのをちょっと一度確認してみます。そうすると、まあ、ファイル形式の関係か、データが重い関係か、ちょっとはっきりはわからないんですけど、こんな風にエラーになっちゃいます。で、じゃあ、どうすれば、この、Kaggle で実行したときに作成されるモデルファイルとか、まあ、大きいデータを取得できるかというと、まあ、メールとかドロップボックスとかいろいろあると思うんですけれども、比較的簡単な操作方法が、ドロップボックスになってくると思います。なので、ここからドロップボックスとカグルを接続する手順を踏んでいきたいと思います。で、ドロップボックスですね。については、まあ、まず、アカウントがあれば、すぐに使っていきます。で、保存するところは、このファイルのところですかね。ここに、保存されるようになります。で、通常はですね、まあ、こういうドロップボックスの、管理画面だと思うんですけれども、カグルとドロップボックスをつなごうと思うとちょっと違う画面になってきます。ドロップボックス Python とかで検索すると、まあ、こんな風な画面が出てきて、で、手順が書かれてます。で、操作する画面がですね、先ほどはドットコムだとホームだったと思うんですけど、デベロッパー APP の方で、手続きをする、していく必要があります。こちらで、API のキーを取得して、で、それを、ここで、キーの設定をですね、すれば、まあ、それを実行すれば、Kaggle とドロップボックスがつながるというふうになります。では、まずですね、必要なキーを取得するために、ここの手順を踏んでいきましょう。で、まあ、左と右なんですけど、一般なので左で、で、まあ、種類があるんですけれども、まあ、今回はファイルもフォルダーもというふうな下の部分を選択します。で、まあ、名前は YouTube とか適当にしておきましょうか。YouTube か、と、そうすると、まあ、こんな管理画面になって、下の方にスクロールしていくと、ここにですね、トークン、を取得するところがあります。これをクリックすると、トークンがゲットできますので、これを使っていきます。で、実際のプログラムについては、こちらの GitHub で公開されてますプログラムが簡単ですね。先ほど Dropbox のチュートリアルにもあったんですけども、こちらをもうコピペしちゃうとそのまま使えますので、大変ありがたいものかなと思いますので、使わせていただきます。コピーしまして、で、ここに貼り付けて、で、先ほどのトークンをコピーして、で、まあ、今動画で公開してますけれども、これは、
と他の人に使われると具合悪いと思いますので、扱いには気をつけてください。で、ファイルですね。今回は、この15メガぐらいあったのかな。このリンクが作成できなかったモデルファイルをドロップボックスの方に追加してみてみたいと思います。ここがスラッシュがいるっていうふうに書かれてますね。で、これだけです。トークンとファイル名を変更して、で、実行してやると、エラーが出ました。そうすると、あ、ドロップボックスを、インポートしてないですね。さっきなんかドキュメントのところにもありましたけれども、ドロップボックス Python。このインストールのところで、pip インストールしてあげる必要がありました。すいません。上の部分にしておきましょうかね。はい。で、完了したので、もう一度プログラムを実行してみます。そうすると、OK っていうふうに出ました。で、ドロップボックスの方を確認してみたいと思います。とそうすると、20秒前ということで ABC モデルファイルというのが、アップロードされていることが確認できます。あとはこれをそうですね、ダウンロードとか、こう、いくつか種類がありますので、ダウンロードとすると、まあ、13メガぐらいのモデルファイルがダウンロードできるという形になります。以上です。非常に簡単なので、これで、ま、カグルで作成するファイルも扱いやすくなってくると思います。以上で終わります。ありがとうございました。